白山城は、秋国白市、現在の広島県東広島市白市に築かれた、戦国時代の日本の城。指定名称、平賀市の遺跡の一つとして、味噌の浮き、頭崎城と共に、県の指定史跡。文岐3年に、平賀市当主の平賀広志保は、居城であった味噌の浮きの防備に不安を感じ、白山城を築いて、居城とした。しかし、この城も、 県城とまでは行かず、白市を眼下に望み経済的には有利な城であったが、近隣に滝山城、新海城等の市場を整備して、最終的には頭崎城を築くまでに至った。平賀広志の息子、平賀沖貞は頭崎城に入ったが、後に大内氏と天子氏との対応で意見が異なり、親子でたびたび争った。後に、毛利氏の介入によって、 親子の争いに終止符を打ち、家督を平賀高宗に継承させた。城は頭先城が完成後も維持された。廃城年は不明。白市の町を見下ろす標高314メートルの城山に築かれた山城で最高所の車は三段に分かれており、その周囲を帯車が取り囲んでいる。この車群から北西、南の尾根城には、 中小のクルワが配置されて、防備を固めていた。また、城内には、松尾芭蕉の門人牛大屋派の皇帝で、廃人多が安風律が、完成5年に建てた、うぐい鈴鹿の石碑が残る。城下には、平賀広志保が、永正2年に建立した三つ正寺があり、一族の木原家の歴代墓所が残る。その木原家は、平賀広志保の弟、木原補生を祖とする一族で、 初代の補正は、慶長5年に、平か元将省が長戸国萩に移住すると、毛利市を離れて、木の国和歌山を漁した浅野市に仕えた。その後、この古地に戻って、商売を始め、江戸時代初期から酒造業や、塩田業を営み、秋国有数の商家として栄えた。現在でも白市に残る漢文5年に建てられた木原家住宅は、昭和41年6月11日に、 国の重要文化財に指定されている。白市は江戸時代に入ると交通の要衝として栄え、現な3年に牛橋が開かれるようになると、その発展を加速させた。この白市の牛橋は中国地方の三大市と呼ばれ、法規国大山、貧乏国食いともに、明治から昭和の戦前にかけて大いに賑わった。ありがとうございます。